こんにちは。こんにちは。毎日夕方5時に更新しております。今日のアクセサリーのコーナーです。今日ファッション。はい。よろしくお願いします。今日はね。バッグ。カバン。これとこれと。ソファーさん埋もれてしまった。これ。あ、これ超可愛い。いっぱいいっぱい画面。こちらですね、クルムというシリーズのバックパックになっております。クルム？はい。何がクルムなのかというと、ここがクルム。パチッとな。これクルムっていうの？これがね、クルムっていう名前なんですよ。で、クルクルクルッとなってて。ああ、そういうことか。この、いや、この金具のことかと思った。うんうん。この留め方がね、多分クルムってことなんだよね。で、ここがクルクルか。で、どういうメリットがあるかっていうと、よりガバッと開くんだよね。なんで？そうそうそう。ファスナーでビリって開けて、バッてやると中のもの落ちちゃうじゃないですか。だからやっぱりちょっと気をつけて開けるんだけど、そうすると開口部がちょっと狭くなっちゃう。それがなく、ガバッと開けても中身が落ちず、中身が取り出しやすい、新しい感じ。あとおしゃれ。うん、かわいい。そう、この留め方、留めた時のさ姿がすごくかわいいんですよね。これ。留め方もいい。ネイビーかわいい。ネイビーかわいい。それはね、あのボディバッグタイプなので、それもいいし、斜め掛け、体にフィットするように斜め掛けしてあげても効果いい。そう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 。そんな感じ。で、ここに実はポケットがあるんですよ。だからね、定期とかはここに入れておけば、わざわざ開けなくてもさっとピッて、そうそうそう、ピッともできるし、さっと取り出すこともできる。こう、あ、そう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 、これかわいい。かわいいよね。で、中にはあの iPad mini が入るサイズの専用ポケットがあります。そこにはね、クッション材も入っているから、電子機器をね、しっかりと保護してくれる働きがありますね。なんか開けたと、この重みは iPad mini が、 iPad mini がね、入ってる、入れてきました。なるほど、 iPad mini が入ってた。そう、で、そこはもう別ポケットになっているので、8インチまでのタブレットがすっぽり入る。見えるかな、あ、ちらっと見える。写真で、記事で写真で見てください。で、もちろんお財布とか、まあ、あのモバイルバッテリーであったりとか、まあ、オーディオ機器類とかも入るし、まあ、ノートとかもね、入ります。なるほどね。そのくらいの、すげー、かわいい、これ。いいよね。でね、ここも開くんですよ。おー、別開き。あ、こっちにも入ってる。こっちにも入ってる。なるほど。うん。そう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 。ここからアクセスすることもできる。え、これじゃあここはこのまんまで、うん、どうだ？このまんまで、ここを開くこともできるので、うん、で、ここはこのように開くので、あ、めっちゃ開きやすいやん。例えばあの、ちょっとしたものを出したいときは、ここからこうやってアクセスできるんです。あ、めっちゃ便利。便利でしょ、うん、で、中にね、ポケットもあるから、ペンとかここに挿しておいてもいいしね。え、いいな、これ。出すこともできます。かわいい。うん。こうか。あ、見える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 。すごい。これは便利。他のモデルも同じようにですね、ここが開くので、横から全部開けなくても、側面から物にアクセスすることができます。こっちは持ってるやつ見てみる。あれにね、確か似てる。生地の感じとか色とか似てるんだよ、うん、で、こっちは中にですね、15インチの、あ、違った、13インチです。13インチ、13インチの PC が入るようになってる。ちょっとね、PC 入ってないんですけど、こっちもかなり大容量。すげえ。こっちを、うん、開けることもできるし、ここも開くんです、この型のタイプは。え、ここ、あ、ここも開く。あ、ここしかも別口。ここね、今は確か、ここ別口だね。別だ。大きいやつは別口。バカッといかないようになってて、うんうんうん、逆に側面にアクセスする用の専用のファスナーも。すげえ。ここは開いてる、一緒に開いてる、開いてる、中に繋がっている感じです、ね。なるほど。よいしょ。え、このこっちグレーのやつも可愛い。可愛い可愛い。で、ここがちょっとなんかキュッと狭まって、うん、容量よりもコンパクトに見えるから、うん、意外とね。今ここが長いんであれなんですけど、ほら、意外と、うん、意外と使える。ファンさんも、うん、結構フェミ
リーな感じがカジュアルな私リュック似合わないの。え、グレーも可愛い。可愛いよね。私普段リュックなんです、むしろきなりのリュックそうだよね、うん、で、これだとマチがあんまり、まあ、ないので、うん、薄いもの PC とかタブレットとかお財布とか薄いものなんですけど、こんなマチがあるタイプもあります。で、これ PC はもしかして15インチが入ってる。これはね、13かな、やっぱり確か、うん、ただ、PC 専用 の、 あのケース部分には13しか入らないけど、うん、別のケースに入れて大きい、一番大きいポケットに入れる分には多分15も入る。で、この子はですね、さらに秘密があって、じゃん、何それ、化粧ポーチっぽいな。これにお化粧道具入れたらかなり入る、うん、ではなくてですね、はぁ、カメラ、カメラケース入るようになってます。試しにですね、この子 EOS キスなんですけど、 EOS キスに、まあ、標準のズームレンズをつけた状態で、うんうん、ぴったり収まる感じ。横がちょっと空いてるから、あのメモリーカードケースとかも一緒に入れられるかな、うん、で、こんな感じでですね、うん、マジキも別でついているので、うん、中を自分の好きな形に区切ってしまうこともできます。ミラーレスとかだったらね、うん、区切った状態で入れてあげて、うん、まあ、例えばストロボであったりとか、うん、予備のバッテリーとかうまく入れてあげることができます。メモリーカードとかここにね入れてもいいしっていう作りになっています、うん、それが丸々収まる、ここに、しかも別口じゃん。そうそうそう、すげえ。だからカメラ出すとき、で PC 出すときはまたこっちですよ。で、ここまで全部つながった状態、うん、で、ここを閉じると、うん、ここにカメラバッグがぴったり収まるという作り、うん、すげえ、うん、すごいすげえ。ここ開けたら登山行けそうなレベル、行けそうなレベル。で、これもですね、取っ手がついているので、これだけで持ち出すっていうこともできます。あ、全然、これ、こっち大きいかなと思ったけど、うん、持ってみたら全然、全然いいね。女の子でも全然持てる、うん、持てる、持てる。可愛い、そして可愛いよね。可愛い、形がやっぱここがね、すごいアクセントになってて可愛、うん、い、しかもいいね、これこの子、結構丈夫なんです。テントに使われるような生地、テントファブリックを使っていて、うん、あの光で色あせしにくい、あと、あのカビが生えたりもしにくいので、うん、例えばスポーツジムに持って行ったりなんかするのにも結構向いている。で、もちろん生地もしっかり厚くて撥水性も高いので、うん、水にも強いと、雨の日に使うのにも向いているというところで、うん、非常にですね、毎日使うのに向いているバックパックシリーズとなっております。これかわいい、ね、かわいい。これなら似合うのかな、似合わないか。あ、でも合う、これなら、うん、合う。ネイビーと、ネイビーのこのスカートと合って、うん、あ、いいね、いい感じ、いい感じ、いい感じ、かわいい、かわいい。しかもこうしっかりしてるからすごい背負いやすいね。そうそうそう、で、このベルト部分にもしっかりクッション入ってるから全然痛くないんだよね、うんうんうん、と背中の部分がここしっかりしてるから、そう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 、クッション、そこに PC 入れる前提になってるから、うん、背中に当たる部分にもクッションがすごいちゃんと入ってて、なるほど、痛くないし、うん、衝撃性能もちゃんとしている、このクッション、そう、ここもいいよね、うん、でね、メッシュになってるから濡れないしね、うん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 、ホールシーズン使える、いいね、これなっております、はい、一番大きいのでね、確か30リットルのタイプかな、うん、これか、うん、かなり入ります、うん、これでね、これは10リットルは入んなかったと思うっていうぐらいの、まあ、サイズ、サイズ感とかどのくらい入るかとか生地の方で、うん、チェックして載せますので、ぜひそれを見てみてください。はい、なんかプレゼントみたいな袋だよね、うん、こうやってみるとね、うん、ラッピングね、うん、ラッピングされてるような感じ。今日紹介したのはこちら、クルムシリーズのバックパックでした、うん、でした。容量などはとか、ぜひ記事の方でチェックしてみてください、はい、記事のリンクは概要欄の方に入っています。ぜひそちらから記事をチェックしてみてください、はい、で、記事を見た後はぜひ記事のコメント欄にコメントを残していってください。今週のプレゼントはこちら、衝撃吸収フィルム、うん、6プラス用のものが毎日1名様に当たります。
衝撃吸収、しかも覗き見防止で基本の入りにくい貼り付けやすいフィルムとのことなので、ぜひ6プラスユーザーの方はコメントを残して狙ってみてください。でコメントを残した後は毎日17時から18時までアップバンクストアで行っているタイムセールも覗いていってください。こちらもですね、ケースとかタッチペンとかいろんなグッズが日替わりで超お値打ち価格で出ておりますので、お見逃しなく。じっくりチェックしてる。すごいこれ欲しい。でもすげえね、迷うどのサイズにするか、あと色と。あ確かにね、色は全部、これはこの色、いやあるあるある、ね、黒グレーこのネイビーの3色でそれぞれにちゃんと色があるので、なので全9タイプになるのか。じゃあネイビーのこのでかい版は茶色なの、ここは確か茶色のはず。その辺もですね、ネイビーがいい、ネイビーいいよね、いい、柔らかい感じになってすごい可愛い、可愛い。そのね、カラバリー詳細も記事の方に載せておきますので、ちょっとね、サンプルで全色借りられていないので、それもですね記事の方に見てみてください。今日はこちら、バッグの時は忙しい、忙しい。こちらクルムシリーズのバッグ、この3つのサイズ用途別にあったものを選んでみてください。はい、ではまた明日。ご視聴ありがとうございました。毎日夕方5時の更新、今日のアプリ、今日のアクセサリー動画はアップバンクでも同時に記事が上がっています。ぜひ合わせてご覧ください。さらにアップバンクの記事では、下にコメントがあります。そのコメントをしていただくと毎日一人素敵なグッズが当たるかもしれません。要チェックです。ではまた明日の夕方5時にお会いしましょう。引き続きアップバンクをよろしくお願いします。バイバイ。